一方、高松市は今日オンラインでの申請受付を始めました。申請は内閣府のホームページマイナポータルを通して受け付けます。住所を選択すると特別定額給付金の申請ページへ進むことができます。手続きには必要事項の入力のほか、マイナンバーカードや振込先口座の確認書類が必要で、世帯主は同一世帯全員分の申請を一括で行うことができます。高松市ではおよそ20万世帯42万人が対象で、今後郵送での受付も始めます。市の担当者は、少しでも早い段階でお届けできるようオンラインでの申請にご協力いただきたいとコメントしています。香川県では高松市のほか丸亀市や讃岐市、三木町も今日から申請を受け付けています。